こちらしぶキッチンです。今日はですね、バレンタインも近いということでワインと合わせていただくのが本当非常におすすめな、ちょっと大人な味わいのビターなチョコレートブラウニーですね。こちらを作っていきたいと思います。贈り物なんかにも非常に最適な味わいのブラウニーですね。今日はこちらを作っていきます。この動画がもしよろしかったらチャンネル登録と高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは早速作っていきましょう。はい、それでは材料紹介まずはしていきたいと思います。まずはこちらチョコレートですね。今日はカカオ 70% っていうちょっとビタータイプのチョコレートです。それから薄力粉にバター、無塩バターですね。それとこちらグラニュー糖ですね。それから卵ですね、全卵3個使っていきます。で、今日はちょっと大人な味わいのワインに合うブラウニー作っていきたいので赤ワインですね。で、ソースも作るので今日はいちごジャム用意してます。で、ナッツがカシューナッツとくるみ、これはお好きなナッツを用意していただいて結構です。以上の材料を使って今日はワインと合わせるのが非常におすすめな、贈り物にも最適なチョコレートブラウニーですね。こちらを作っていきたいと思います。はい、そしたらまずは鍋用意して、ここに赤ワインですね加えます。で、この赤ワインを今日は3分の1から4分の1ぐらいですねに煮詰めていきたいと思います。火にかけてしっかりと煮詰めていきたいと思います。はい、このぐらいですね。しっかりと煮詰まってきたらもう火は止めて、で、この煮詰まった量の半分だけブラウニーの方に加えて、残り半分はソースの方に今日は使っていきたいと思います。続いてボウルにまずはチョコレートですね。チョコレート、それからグラニュー糖すべて加えちゃいます。次にバターですね。バターはもうこれ冷えた状態で全然大丈夫なので、すべて加えてしまいます。で、ここにさっき加えた赤ワインですねを半量ほど加えていきます。そしたらこちらはラップをかけて600ワットのレンジですべてが溶けるまで加熱していきたいと思います。はい、今だいたい3分ほど加熱したんですけど、こういった状態ですね。もうしっかり溶けてるかなって思うんですけど、こうなったら泡立て器で混ぜていきます。はい、で、この時点だと全然こう分離しちゃってる状態ですねになってるんですけど、全然この分離しちゃってる状態で今は全然大丈夫ですね。気にせずこのまま進めていきたいと思います。こういった感じですね。よーく見るとこう乳化してないなみたいな状態ですね。砂糖とこうチョコレートがしっかりと溶けてれば大丈夫ですね。そしたらここに卵を混ぜていくんですけど、あらかじめ別なボウルに卵は割って殻の混入など防ぐようにしていきます。で、軽くここで卵は溶いてあげて、で、ある程度卵が溶けたらこのチョコレートの方に加えていきます。もう一気に加えちゃって大丈夫です。で、加えたらとにかくこの卵とチョコレートがしっかりと馴染むまで混ぜていきます。ここでこういった状態になって、あ、また失敗したって思うかもしれないんですけど、根気よくしっかりと混ぜればつながっていくので、しっかりと馴染むまで混ぜていきます。しっかりとチョコレートと卵が混ざったら、今度は薄力粉を加えていくんですけど、このまま加えると当然この薄力粉ダマになってちゃんと混ざらなくなってしまうので、こういったザルを使ってふるっていきます。これあらかじめふるっておいてもいいんですけど、まあ、直前でふるっていただいても結構です。ザルを使ってふるってダマをきれいに取っていきます。で、この時にオーブンを180度に予熱しておいてください。で、薄力粉を加えたらしっかりと混ぜていきます。この時に勢いよくやりすぎると粉がふわっと飛んでってしまうので、優しく混ぜるようにしていきます。はい、しっかりと混ざって全てがちゃんと乳化して、こういったツヤのある状態ですねになったら、型に流して焼いていきたいと思います。はい、ちょっとクッキングシートを買ったつもりが、このクックパーっていうのを間違って買ってて、ちょっとクッキングシートないんで、これで強引にやっていきたいと思います。型の底にこう印をして、で、この印をしたこの部分ですねから切り込み入れて型にセットしていきます。
らこれを折って、でこの型にセットします。型にセットできたらブラウニーですねを流していきたいと思います。このクックパーめちゃくちゃ使いにくかったんでちょっと手こずりました。はい、で型に流せたら最後にこのナッツですね、これを生地に混ぜ込んでもいいんですが、今回はこう砕きながら表面にのせていきたいと思います。このナッツたっぷりなのが美味しいんですよね、ブラウニーは。はい、もうこれでもかというぐらいびっちりのせられたら、こちらを180度で予熱したんですが170度に落として50分ぐらいですかね、焼いていきたいと思います。はい、それからこの残った赤ワインですね、煮詰めた残った半量の赤ワインはここにいちごジャムを加えてしっかりと混ぜ合わせておきます。でこれで今日はブラウニーに添えるこのソースは完成ですね。はい、途中ブラウニーは反転させてまんべんなく焼けるようにしていきます。はい、焼き上がりはこういった感じになります。しっかりと粗熱を取って冷ましてからカットしていきましょう。はい、それではしっかりと冷やせたので型から抜いてカットしていきたいと思います。ちょっと形よく見せたいんで端っこはちょっと今回はちょっと落としてしまって、で今日はさらにこのままでもいいんですけど半分に切って盛り付けていきたいと思います。作っておいたいちごジャムを使った簡単なソースですね。でここにブラウニーをのせて、お好みで少しこう粉糖をかけたらこれで完成ですね。それでは食べていきましょう。ではいただきます。今日はもう混ぜるだけですね。赤ワイン煮詰めるっていう工程はあるんですけど、基本的にはもうほんと混ぜるだけで簡単に作れるチョコレートブラウニーですね。これからのバレンタインの季節にはもうぴったりな簡単に作れる贈り物にも最適なデザートですね。ではいただきます。ソースをたっぷりとつけていただきます。うんうん、美味しい。チョコレートのこの風味とか味をしっかりと感じられるすごくしっとりとしたブラウニーですね。これ冷蔵庫から出したてっていうよりは少しだけこう常温に戻してチョコレートの温度をこう常温ぐらいですねにしてあげると、よりこう口どけ滑らかな食感になってめちゃくちゃ美味しくなるかなと思います。うんうん、美味しい。このナッツザクザクな感じがめちゃくちゃいいですね。うん、赤ワインとも非常に相性がいいかなと思います。今日はワインとの相性もすごくいい、混ぜるだけの本当簡単に作れるチョコレートブラウニーなんですけど、非常にお手軽に作れて贈り物とかにも非常におすすめなレシピになっていますので、ぜひ動画を参考に作ってみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。タンニンがしっかりと効いた濃厚なこう味わいの赤ワインなんか非常におすすめかなと思います。ぜひ動画を参考に作ってみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバイ。